こんにちは、ゆうです。パーダのお時間です。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。はい、ちょっとね、ちょっと朝ちょっと外出してまして、今日はちょっと簡単動画となっております。ただただ新キャラは一応使ってみます。はい、新速使ってみた動画ですね。はい、おめでとうございます。あ、ちょっと今日無課金サーバーから縛りまでやっていきたいと思います。はい、ね、前回のね、動画で、原画師の、ちょっと僕持ってない新キャラと、信楽引きまして、信楽をね、一体ループするか、一体だけ、ほんまリーダーだけにするか、結構それもできることはできるんですけど、できることはできる、そう考えたり、あとは、まあまあ、フレンドさんも、信楽にして、後の一体をどう埋めるかっていうのをいろいろ考えたりするんですけど、はい。ちょっとね、まだ形にできてなくて、はい、今回はね、新速の、甲がちょっと割と完成したんで、まあ、でもちょっと時間がないので、はい、今回はね、表百式でお許しください。それではね、早速パーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね、はい、新速くんキルはですね、はい、それではご紹介しましょう。リーダーの新装くんに、新装でいいんですかね、お読み方。はい。リーダーチェーン体制、スキルチェーン2つ。で、回収武器つけておりますね。回収武器もパワーアップしていいですね、これ。はい。変身時にね、3ターン威嚇と、変身後がですね、この、火を闇に、水を光に変化して、リーダースキルは火と闇を、光と闇を同時に4個以上消すと4コンボ加算、9コンボ以上で攻撃ダメージを 80% 軽減、攻撃力が40倍となっておりますと。で、こちら覚醒無効枠みたいな感じですね。はい。メアリスですね。メアリス。全パラ強化にアシスト無効潜在、ポンの武器つけております。で、こちらがシエル5ですね。これをこの前引いたんですね。シエル5にスキルチェーンマックスに、イノセントメモリアル、精霊のサイリア武器ですね。変身時にね、光と闇の目覚めして、変身後はね、一旦使えるね、上限解放付きの三色陣ということで、めちゃくちゃこの相性いいんですよね、この色が。はい。で、しかも樽も持ってると。はい。めちゃくちゃいいです。で、こちらが仮面ライダーリヴァイ&バイス。あ、リヴァイスっていうんですかね。スキルチェーン4つに神キラー2つ。で、ミル、ラスの、ミル武器付けております。で、変身時にね、76にするんですけど、で、変身後はね、2ターンでね、新装君僕2ターン持ってないんで、どうしてもね、光闇回復、用意できない時があるかなと思って、で、潜在も8枠ということで、この、新装君、仮面ライダーのこの2人で、ループしていこうと、絶対君を確保していこうという感じですね。で、こちらがもう完全に趣味に走りました。はい。リオ、ザ・ワールドです。はい。直角性、スキルプラスにスキルチェーン2つに上限解放。で、ハローサンシャイン。ドラゴンタイプにキャラいっぱいいるんでね。はい。こんにちは、ハローキティつけておりますね。はい、こちらキルアですね。あ、これもまあ、キルア好きなんですけどね。はい。スキルチェーン2つに、ウルトラマン武器つけて、ウルトラマン武器つけてますね。で、変身後はね、闇光の同時攻撃ダメージ 65% 軽減。4コンボ加算8コンボ以上でダメージ軽減。攻撃力が40倍。固定1ダメージとなっております。で、こうやって、バッチが HP プラスです。はい、それではね、ちょっといろいろ編成試してる間にスタミナもなくなったんで、百式サクッとかあって、はい、今回の動画お許しくださいませ。それでは、最高。よし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 。最初遅延来るんやったかな。で、威嚇がね、通んないんで、確か。遅延来ますね。はい。スキルちょっと足りへんな。え、ちょっと待って。あ、違う違う違う、これキルアで作ってくれるんですよ、作ってくれるんですよ。はい、俺の勝ちじゃなくて、はい、OK。 あれやな、さささ、アグリゲート武器どっかつけてたんやけど変えちゃったんやな。 OK。 で、このジエルゴやったっけ、もう変身できるんで OKOKOK。 はいはいはい。で、光闇吸収と、はい、で、ここは威嚇が通るんで、はい。で、シエル5で、はい、これしてあげて。で、ザワールド。これが、ザワールドだ。いや、ジョジョコラボも復活してほしいですね。オッケー。で、シンソウ君使いまして、カリナー花。で、本の武器溜まったんで使います。で、なるべく倒したくはないんですけども、多分倒してまうんで、せめて4消しだけせずにね。はい。OK、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 よかった。はい。
よーし、で、シエルも溜まったんで、こっからね、はい。キルアが、軽減入りましょうか。ちょっとね、威嚇もったいないんですけどね、はい。こういう、僕、トリッキーなね、なんか、そのキャラが好きで。よし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 。OK。はい、OK。で、あとで、ウルトラマンが、あと一旦溜まる。ウルトラマンちゃう、仮面ライダーが溜まると。はいはい、ルーレットをされるんですよね。で、闇光、これワンチャンね、これ、属性吸収、いかんでもいけるんちゃうかな。はい、OK。新装君使いましょうか。ヒロアカのなんかこの変身のエフェクト、変身じゃスキルエフェクトいいっすよね、なんか。OK。はい。よしよしよし。あ、いけましたね。ヒルアが最後属性吸収、貫通つけてるんで。で、ウルトラマンが、変身できると。で、これね、変身時にね、指奪いっていうか、指奪い返すんで、はい。で、この時に、まあ、どうしようかな。逆もう、キルア使っちゃおうか。よし。はい。せめて、あれですね。裏百式にすればよかったっすね。よしよしよし。OK。適度にね、キルアを使えるとこで回転していかないと、軽減がね、切れちゃうんでね。OK、熟成もしたと。はい。先には落としませんよ。無効貫通がね、完全にディオに依存しているので、はい、ちょっとサクッときすぎたな。はい、はい、はい。はい、OK。はい、はい。よしよしよし。あれ無効貫通貼ってなかったっけ。あれ無効貫通なかったでしたっけ、ここ前に行って。あれ無効貫通が、あ、二段続きやったんか？オッケーオッケーオッケー。まあいいでしょう。細いこと気にしてもね。で、これバイス使いまして、はい。用意しまして、これは僕はもう縦、横に踏んじゃって下手くそなんで。はい。で、キーで、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。よし、キー。回復力もね、結構奪い返せるんで、ありっちゃありやと思うんですけどね。新速2枚いればね、その2枚いたことに越したことはないんでしょうけど。で、リオもね、威嚇も使えますしね。よしよしよし。この陣はね、全然問題なくて、はい。俺と戦おうぜ！はいはい。はい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 。はいはいはい。はいはい。どうしようこれ。あぶね、ギリやったな。あんま頑張らんとこ、ルーレットの時に。はい、OK。よしよし。で、キルは消えてるな。キルは、あれいつ消えてるこれ。いつの間に消えてる。で、無効貫通が来るので、はい。これ一旦あれか。ちょっと頑張ってみようか。で、1,2,3,4,5。1,2,3。まあまあ、いや、リオ使っとこう。ザワールドだ。あぶねえ。時差やめて。時差ボケかますから、僕すぐ。はい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 。はい、はい。よし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 。はいはい。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 よし、OK。んで、キルアが溜まったんで、ここで軽減ね、ちゃんと使ってあげて。ニース隊長。あ、よかったよかったよかった。そっか、連続か、ここ。で、無効貫が来まして。キルア使っときましょうか。あ、キルアあれか、こっちは軽減の方か。じゃあ、新装備使いまして。
やいやいやいや、ちょっと待ってくださいね。あ、そう、生放送ありがとうございましたって言いましたっけ、僕。昨日僕、配信後にありがとうございましたってコメントを読ませて、じゃって思った思ってるんですけど、こう見ても気にしいなんですよ、結構。よし、OK。で、熟成でまたパラメータもアップしたと。はい。で、遅延来るんですけど、まあ全然大丈夫と。はい。そっか、キルアをどんどん回していかんとって言うときながら回していってなかったからか。で、キルア使いましょうか。風神ガイ。はい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 。これで、はいはいはい。はい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 。それで、こうして、こうで。いや、全然正解じゃなかった。まあ、ただね、キルアのエンハかかってるということで、あ、回復エルジも決まった。よしよしよし。あの、表百式なんでね。はい。覚醒向こうやったかな、ここ。覚醒向こうからの雲ですね。はい、じゃあ、これ使ってあげて、はい。んで、新速使えないんで、バイスでね、ちょっと使ってあげて。はい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 。はいはい。あ、こうか。まあ、回復は全然、もう、回復、これでね、ちょっと億長とかどうかなとか思ってるんですけどね。億長とかもうちょっと寝たらいけると思うんですけどね。立ち回りとかもしっかり確定させて、クリーズさせて。あ、ここちょうどあれか。ここあれ使っちゃいましょうか。もうちょっと溜まっちゃうんで。ルーレット型だ。よし。はい、OK。で、こうしといてやれ。いや、ちょっと待って、ひどいけど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 。あ、10個もいってるんか。さっきなんか10個もの音聞こえてないんすよね。よし、OK。で、次が、あ、これ奇跡フラか。あと4ターンなんで、次がね、光ヘラドラが出たら無効貫通が必要なんで、覚醒向こう来たかな？どうやったかな？あんま覚醒向こう来るの怖いんで。新装くんがね、覚醒向こうをね、返しながら。はい、あ、何無視できてんかった。回復の。覚醒向こうを解除できながら、その上限解放っていうのがね、また生成って。一人でできることが多すぎて。最近すごいっすね、そういうキャラ。はい。もう一応作っとくか。はいはい。はいはいはい。これ、そうか。はい。OK。はい、はい、はい、はい。OK。よいしょー。OK。で、バイスも、キルアもいるんでね。はい。あ、闇ラードラか。で、十字がね、確かないんですよね。ないっすよね。ないっすよね。ないっすよね。ないね。十字とともに戦っていかなあかんと。はい。一見になるしましょうか。で、バイス使おうか。せっかくなんで。はいはいはい。はい。よしよし。バイスはね、そんな最近のキャラでもないんですけど。他のキャラは結構最近直近のキャラなんでね、皆さんも持ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね、結構。はいはい、OK。はい、OK。よっしゃ。俺と戦おうぜ！はいはい。はいはいはい。はい。よし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 、はいはいはい。言うてね、もうこれ、
消すの3色なんでね、暗闇が、ね、来たところでなんすわね。はい、んーで新装くんが次で、たまるから覚醒無効のとこまで削っても大丈夫と。そう、これでもいいか。はいはい、じゃあザワールドが2ターン続きなんで、ザワールド使って、ザワールドだ。んーで今度サッチャンカー切るわ。でこれ地下も使いまして、逆やったな、逆だったかもしれねえところか、完全に逆でした。はい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 、はい、マジで繋がった。よしよし、はい、オッケー。で、消せないと。はい、何が消せないんだと、水か。はい、あ、新装くん使っちゃった。あ、ついバレンタインメアネスがいるから大丈夫か。で、こちらどっちも使っといて、はい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 、オッケー、これ、あー、めっちゃつながってるわー。はい、これでもいったでしょ。はい、オッケー、こんな感じでございましたわ。あ、もうランク上がるやん、2周したらランク上がるやん。これもう一回これでやってどうしようかな、なんか取ろうかな。あ、これレーダーでプラス集めたのがバレる。クリアタイム13分 2.2 秒でちょっと遊べて、はい、ランクも1100ぐらいの方やったら、じゃあランク1100にもだけできるんか、このあまりね周回パーティーが組めないという、ね、方でもね、こうプラス集めつつ、この潜在も集めつつ、星6フェスゲンのキャラの潜在やった、潜在ちゃんは、ね、奇跡とかやったらたまに落ちるんで、はい、となんかね、皆さんの参考になれば幸いでございます。ちょっとゆるゆるの動画で、あの、なんか申し訳ないですけどね、はい、今回は、それで、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。こんな感じでね、ちょっと互角出すのにね、あの、まだ、常設の表の奥地をクリアしないので、こちらでクリアするか、ちょっと、死骸機のガチガチ編成か、1枚編成でちょっとクリアするか、ちょっとどうか悩んでるんですけどね。はい。それではね、あの、最後に見てくださった皆さん、ありがとうございました。あの、よければね、あの、概要欄の、TikTok や X のアカウントをフォローしてくださると嬉しいです。そして、もちろん、動画の感想や、評価も、またチャンネル登録してくださる方もお待ちしておりますと、はい、それでは、今回の方は私、ゆうでございました。バイバイ。